はい、おはようございます。キャプテンアスのバイブルトークです。今日6月10日木曜、水曜日、ルカの福音書6章の20節から26節まで、あります。これね、平地の説教といって、山上の説教、山上の水訓は有名ですけど、それの別バージョンです。これは4つ、貧しいものは幸いですと、それがね4つ、いい、それが4つあって、でその幸いなものが4つ、そして哀れですと、ね、忌まわしい、呪われるというのが4つある。これがセットになってね、で幸いなのは貧しいもの、今飢えてるもの、泣いてるもの、迫害されるものは幸いですと、ね、神の国はあなた方のものですっていうのが続きます。でその日には、迫害されてる時には、貧しい時、飢えてる時、泣いてる時は喜びなさいっていうふうに書いてね、これが何節だ、これか、23節、その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい、でその理由は、天ではあなた方の報いが大きいからです、彼らの先祖も預言者たちをそのように扱ったのですということが書かれています。喜びなさい、踊り上がって喜びなさい、これね、こう命令ですよね。これ命令して、そういうふうにこう決断しなさいっていうような命令です。貧しい時、飢えてる時、泣いてる時、迫害されてる時に普通喜べないですよ。でも神様は、イエス様は、その時こそ喜びなさいと、その理由は、天での報いは大きいからと。この大きいという、ね、これはこれ半端なく大きいと、とんでもなく大きいと。その見本として旧約の預言者たちのことを言ってます。彼らは迫害されました。彼らは、エレミアとかね、エゼキエルとかね、みんな迫害され、貧しく飢えて、でも天での報いは大きいですよってことを言うわけです。で後半ですけども、今度は富んでるもの、食べ飽きてるもの、笑ってるもの、褒められるものは哀れですと、言います。この幸いですっていうのは、ホイマカイオイっていう、ホイマカイオイっていう言葉ですけども、哀れですはウーアイと言って、なんかね、こうだちょウーアイっていうのは、それに音と似てるんだけども、あーとか忌まわしいとか呪われるとか、なんかそのあーって感じの、そういう意味があるそうですけども、もう今富んでるもの、食べ飽きてるもの、笑ってるもの、褒められるものは忌まわしい、哀れです。もちろんね、別にお金持ちが悪いわけじゃないし、今本当に幸せな人はそれでいいと思うんですけども、ここでイエス様は何を言おうとしてるかというと、偽預言者が出てくるね。偽預言者は過去ね、その昔の偽預言者はそうやって、富んで食べ飽き、笑って褒められ、大衆受け、この世に、ね、この世に合わせて、この世の、基準で歩んだ偽預言者というものがいますと。でもあなた方は神様の、基準で生きるときに、見えない世界の基準で生きるときに、貧しくなるかもしれない、飢えるかもしれない、泣くこともあるかもしれない、迫害されることもあるかもしれない、でも喜びなさい、なぜならあなたの天での報いは大きいですからっていうことを、言ってるわけですね。まあ、極端にね、今の時代にそんなにこうね、悲惨なことはないかもしれませんけども、このイエス様の時代はやっぱりイエス様に従っていこうとする者には迫害がありましたし、やっぱり世の中とね違う生き方を、しなきゃいけなかったと。私たちもでもね、似てるところもあるかもしれない。世の中とどこまで合わせ、ね、この後調子を合わせていけませんというけども、でもあんまり変人でも、ね、いけないんですが、でもここは神様の基準、聖書の基準で生きる、ここだけは譲れないっていう部分はやっぱり私たち持つ必要があると思います。そしてそれを選び取る必要があると思います。決断する、喜びなさい、ね、貧しい時、主にあって貧しい時、別に怠けてて貧しい時、主にあって貧しい時喜びなさい、主にあって飢えてる時に喜びなさい、主にあって泣いてる時喜びなさい、主にあって迫害される時喜びなさい、喜ぶことを決断しなさい。なぜなら天であなたの報いは半端なく大きいからと。はい。
この世の中でね、二世預言者の、私二世預言者の天敵ですから、二世預言者のようにあの相手が喜ぶようなことを言ったり、とにかくね、自分もこうどん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 こうあの、繁栄、ね、していくような、自分がこの世でどんどんお金も何も名声も得ていくような生き方ではなく、神様の基準で歩むときに聖書はっきり書いてます。あの迫害されますと、貧しくなりますと、まあ、わざわざする必要ないけども、でもその時にそれが神様のために、そういうね、神様を選んだゆえにそうなるとしたら、あなた方は喜びなさいと言ってるわけです。はい、と言っても私結構ね、今貧しいとは思わないし、あの飢えてもいないし泣いてもいないし、なんか本当に毎日面白おかしくやってるんで、ちょっと気をつけなきゃいけないですね。二世預言者になってないか、このように調子を合わせすぎてないか、私も気をつけたいと思います。それではまたごきげんよう。長えな今日な。あ、でも6分。